今日は神戸からベイシャトルを使って関西空港へと向かいます。ベイシャトルは大阪湾を通って関西空港までの24キロの距離を30分で行き来できる便利な高速船です。1日に16往復32便運行されていますが、現在減便されているのでご注意ください。ベイシャトルを利用すると駐車場代が無料になります。こちらに通すのを忘れないようにしてください。シートは広々していてゆったり快適に過ごせます。自由席なので好きな席に座ることもできます。あ、そういうこと。なんで端と端やん。なんで端と端が、なんでそれ。まあいいや。入るよ。あ、もう一個後ろ行こうか。ターミナル桟橋を出港し、関西空港ポートターミナル桟橋に向け運航しております。航海時間はおよそ30分を予定いたしております。お客様に船内のご案内を申し上げます。おタバコはご遠慮くださいますようお願いいたします。お手洗いは客室後方にございます。船内中央にはバリアフリー席を2箇所6席設置しております。危険回避のため急停止急旋回をする場合がございますので、お座席のシートベルトの着用をお願いいたします。それでは関西空港ポートターミナル桟橋到着までごゆっくりおくつろぎください。 May we have your attention please? Thank you for choosing the Kobe Kanku Bay Shuttle. This boat has left the Kobe Airport Kaijo Access Terminal Pier and will be arriving at the Kansai Airport Ferry Terminal Pier. The estimated cruise time is about 30 minutes.Smoking is prohibited on board. Lavatories are located in the rear of the cabin. Also, there are 6 priority seats for passengers with disabilities in the center of the cabin. For your safety, please keep your seat belts fastened in case of sudden stops or turns. Please enjoy the remainder of your voyage to the Kansai Airport Ferry Terminal Pier.衷心感谢您今天乘坐神户关西机场海上高速船。本次客船是由神户机场海上交通候船大厅出发，开往关西机场港口栈桥。航海时间预计为30分钟。下面为您播放船内广播。船内禁止吸烟。洗手间在客舱后方，船内中间设有两处无障碍席位，共有6个座位。为避免发生危险，我们可能会进行急刹车或急转弯。为了您的安全，请系好安全带。祝愿大家旅途愉快。するまで。お座席をお立ちにならないようにお願いいたします。関西空港ポートターミナル桟橋から旅客ターミナルビルまでシャトルバスが運行しております。バスは第1ターミナルビル4階国際線出発フロアに到着いたします。第2ターミナルビルご利用のお客様は第1ターミナル経由第2ターミナル行きバスにご乗車ください。お乗り間違いのないようにご注意ください。それでは着山まで。再次感谢您乘坐神户关西
そうだね、うん、エスカレーターでいいよ、まっすぐ、ガラガラ、覚えてないかな、すごいね、久しぶりやな、久しぶりやね、モテ君元気かな、どうでしょう、ん、好きや、たこまさん、カードを挿入してください、読み取り文にセットしてください、読み取っています、しばらくお待ちください、めっちゃ少ないね。なんか久しぶりやね。ありがとうございます。残念ながら青汁はあるね、あ、ピッチャーに